はこんばんにちは。はじめましての方ははじめまして。うぷ主です。心です。霊夢ちゃんだよ。マリサだぜ。はい、今回は、はじめましての方に向けて簡単な自己紹介と、これからの方針について話そうと思ってます。今さら遅いんだよな。まあこんなとこばっかりでも仕方ないんでさっさと行きます。はいどん。みんなの名前、特徴はこんな感じです。早すぎますが自己紹介はこれで終わりです。もし私たちに何か質問があるならコメントで教えてくれなんだぜ。特徴の紹介は一時停止してもう一度ゆっくり見てください。別に編集が面倒くさかったとかじゃないからね。じゃあ次、これからの方針についてお話ししようと思います。まず、投稿頻度と時間ですが、投稿頻度は、か、木以外の日に投稿か、毎日投稿でいこうと思ってます。あ、ちなみに平日はショート動画です。言ったな、毎日投稿するって。そこは週ごとに分けようと。投稿時間は平日が17時、土日祝日が11時でいきます。まあ今回は以上です。それでは、ご視聴ありがとうございました。